特技はギターえっと JS ミュージックアクションというライブも開催あすみません、これはあの、の J−Z、ジュロータの J を取って、j −ミュージックアクション、あ、まあ、全然、はい、あの特技じゃないんですけど、実はもうあのー、終わってるんですけど、この前も9月28日に、はい、あの j −ミュージックアクションザセブンっていう七回,回、はい、ラブやったんですけど、すごーい、えー、全然すごくないですけど。はい、なんかあのー 4五半から、うん、まあ仕事以外に何かやることないかなと思ってたら僕小学校の頃ねえ<っ>こんな僕でも横浜少年少女合唱団とかだったりして活躍されてたって書いてある活躍じゃないんですけど、はい、まあそんなのやってて毎週あの土曜日の午後に横浜の横山下公園にある氷川丸での客室でこう毎週練習してたんですね はい、もう、その、<え>その頃はね、うん、山下公園も。まあ、当時は、まあ、僕はまだ小学生ですから、うん、カップルじゃなくて、アベックって言ってたから、ね。アベックが。クかね、<laughs> そうだ、カップルのアベックだった、<ー>確かに。そうなんだよでも、山下公園の、あの、入っちゃいけない、芝生のところでね。ね、うん、もう、土曜の午後、なんかも。うん

ずっと歌が好きでさ、うん、ねライブとかやれるかなとかと思ってて、うん、でまあなんかこういろいろ友達とかいろんな人に話してたら、うん、じゃあやろうよとかってじゃ自分発信なんだこれそうだねすっごい,か,っこい,いだからもう全然その番組とかそういうなんかも,、まあ、もちろんスポンサーもいらければ何にもいい、うん、もう手打ちなんで。 大変なんだよいやじゃあいろんなことしきったりいろいろなこと決めたりしなきゃいけないんだまあ決めたりとかまあいろいろそういうやってくれるスタッフがいるんだけどまあ基本的にはねうわーうわーちょっと私もプロデュース声をやろうと思っててあお芝居ね今すぐではないんですけどどっから手をつければいいか悩んでたけどちょっとそこへん十労働さんに聞きますわ何でも聞いてあとで聞くわ